国鉄地域八万系貨車は、かつて、日本国有鉄道に車席編入されていた、1976年から製造された40トン席の私有貨車である。本形式は1976年11月1日から1980年10月8日に、かけて、44両が、日本車両製造の一車のみで製造された。所有者は、奥多摩工業。 吉沢石灰工業の日社であり、その常備駅は奥多摩駅、浜川崎駅で推移してきたが1979年10月からコンテナの積み替えを神奈川臨海鉄道、水江町駅で行うことになり、全者の常備駅も同駅に変更された。これ以降に製造された車もすべて水江町駅を常備駅とした。 従来日本交換京浜製鉄所向けの生石灰、輸送は、大目線奥多摩駅や東武台、加納線台、加納駅から南武線浜川崎駅まで、発破車にて輸送が行われていた。1976年に、京浜製鉄所が扇島へ移転したが、専用鉄道は付設されなかったため、移転後の輸送体系が問題となっていた。そこで、 生石灰を積載したコンテナによる輸送を行い、浜川崎駅までは鉄道、道駅から日本交換景品製鉄所まではトラックによる輸送体系とするために製作されたのが本形式である。外観や用途はコンテナ車そのものであるが、製造時点でコンテナ車の車種記号が制定されていたにもかかわらず、車席編入の条件のために、 特定コンテナの積載専用とする長物車に分類された。これは国鉄の私有化車制度においてコンテナ車の私有を認めなかったことと運賃制度においてコンテナ車の扱いになると割高になるためである。1979年10月より化製品分類番号94が表記された。車体は普通構成で四隅には ツイストロック式の禁定装置を備える。塗色は黒。寸法関係は、全長は 12000mm、全幅は 2640mm、全高は 2117mm、軸距は 7700mm、自長は三点五トン、換算量数は、積車点五、空車点四、台車は、四季八万、四季八万一が TR、t r 二十五。 地域8万2地域8万29、TR、2 9が TR225 から1地域8万3 0地域8万43が TR213C である。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては44両前車が JR 貨物に車席編入されたが直後から廃車が開始され、 1988年2月、奥多摩駅からの生石灰輸送が終了したことにより、全廃され、形式消滅した。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。